皆さんこんにちは、杉村萌実です。4月に予定していた東京での展示会が開催できなくなってしまったので、オンラインで商品等はご紹介できるんですけれども、お客様と直接お話しする機会もなくなってしまって、何か違う形で質問等にお答えできればいいなと思いまして、インスタグラムのストーリーズで、ストーリーズでインタビューというハッシュタグで質問を募集しました。で、簡単に答えられるものはそちらに返信したんですけれども、ちょっと返事が長くなってしまうかなというようなものは動画でちょっとお答えしてみようかなということでですね、今日は息子のハーフバースデーでちょっと外にお散歩に来ているので、散歩をしながら動画を撮ってお答えしてみようかなと思います。招待状をお送りした方たちは皆さんご存知なんですけれども、子供を連れて展示会をする予定でした。で、4ヶ月の時点だったので、赤ちゃんが心配だとか、あるいは、ジュエリーって高額なものなので、そういうところに子供がいるのはどうなのかとかっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、そもそも今日本って、子育てと仕事を両立するのがすごく大変っていうのをよく言われていて、保育園に預けている時間に仕事をして、帰りに引き取って、それから夕飯の準備をしてとか、お父さんは育休ってあるようでなかったりとか、そういった日本と、あと自分が日本を離れて住んだ時に子供が当たり前に仕事場に連れてくるような環境があるアジアとかっていうのを比較して、どっちがいいのかなって、自分はどうしたいのかなっていうことを考えた時に、やっぱり自分たちは大企業に勤めているわけではなく、自分たちの仕事を自分たちで作っていくので、なので子育てと仕事を両立させていくっていうのをどういうふうにやっていくかっていうのが私たちにとっても大きなテーマで、そのスタートの一つとして展示会にこの子を連れていくというスタイルでやってみようかなと思っていました。それは去年、受けたインタビューでもそういうふうなことを言っているんですけれども、やっぱりその今の働き方とか子育ての仕方とか、何かしら疑問を持っている人とか、同じような境遇の方とかもいらっしゃると思うので、そういう方たちに一つの、一人の女性の一人の子育てと働き方の例として何かヒントになったりとかすればいいかなというふうに思っていました。なのでちょっとそれができなくなってしまったのは残念なんですけれども、それをお伝えしたいなというのもあって、この動画はですね、こちらの方も一緒に撮影しました。はい、ロンロンは今日ハーフバースデーです。6ヶ月経ちました。仕事の時間を確保するっていうのは、どういう仕事の仕方をしているかによって人それぞれ捉え方が違うと思うんですけども、うちの場合は夫婦自営業で、かつやりたいことを仕事にしているので、自宅で仕事をしながら子育てして、家事をしていて、それ以外の時間は全て仕事をしています。ただそれが究極の遊びの延長というか、あまり仕事と思っていないので、それをストレスとか苦にも感じていないので、その辺はちょっと他の方とは違うかなと思います。で、時間の確保という、観点から言ったら、今こうして動画を撮ってるやり方もそうなんですけど、今これは息子を散歩に連れ出しながら一緒に動画を撮っていて、そうすると、子どもの世話をする時間と、こうして仕事をする時間と、あとは自宅で仕事しながらで運動不足なので、エクササイズとかリラックスタイムみたいなものが全て一緒の時間で済んでます。で、これを多分普通に会社勤めの人がやろうとすると、全部が別々の時間軸になっていて、このぐらい時間が必要で、でも私たちの場合それ少し視点を変えて、やり方を変えるだけで全部同じ時間にできる、そういう工夫も今は必要かなと思ってます。まずその時間を確保するっていう感覚ではなくて、どちらかというと、
まあ使える時間をどれだけ有効に使うかっていうふうになことに頭を使うようにしてます。で、なんでかっていうと子育て云々の前に1日24時間1年間365日時間が有限であって、で、その中でもちろん育児が入ると余計に時間がなくなって、でそうすると、今までのようなキャパは全くないので、仕事のクオリティを下げないためにはある程度取捨選択してやることが必要で、なので、その例えば依頼、いろんな依頼を受けるけれども何でもかんでも受けていいっていうわけではなくって、今やるべきなのかとか今じゃないと意味がないのかとか、そういうことを一つ一つ考えてですね、プライオリティをつけて優先順位が高いものからやっています。で、そうしないと、自分のメンタルも持たないし、キャパが足りないので一つ一つの仕事の質が下がってしまうので、そういった面で仕事のクオリティをキープするということで必ず選ぶようにしています。で、あとは普段の業務的なことで言ったらば、制作とかそういうちょっと集中して時間が欲しいことっていうのはまとめて2時間は夫にちょっと見ててねとか、もうちょっと長い場合は親に預けて面倒見てもらうとかってやって時間は作りますけど、それ以外のメールを返すとか、発送するとかっていうような簡単な業務は、言ってみれば10分とか5分とかいう細切れの単位でもタスクをこなしていくことができるので、例えば問い合わせが1日10件あったら10件まとめて返すことはできないけど、1件返して、子どもの世話をしてまた2件返してみたいなことでも十分できるので、そうやってこう育児の隙間時間の中に全部仕事を詰め込んでます。そういうふうな工夫をして今は対処できてるかなというふうに思います。はい、今回は初めて、動画を撮影してみました。もしコロナがなければですね、私は今までずっと夫に動画メディアをやれやれやれと言われ続けたのをひたすら拒み続けていたので、こういうことがなければ動画ってやらなかったかもしれないですけど、やはり今はお客様と直接話す機会も、ここから先しばらくも多分難しいと思うので、こういった形で何かしらお届けできればいいなとは思っています。なので、もし何かまた聞いてみたいなということがあったら、お気軽にお問い合わせいただければこういう形でもお返事したいと思います。あとは前から書いていますけど、ノートの方にもね、文章でいろいろ書いていますので、そちらも合わせて読んでいただければいいなと思います。それではまた次回。